イージーカム、イージーゴー、基本の基本。こんばんは、イージーカム、イージーゴー、基本の基本をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。パーソナリティの基本です。この番組は読書嫌いな私基本が、まだ読んだことのない本を条件にリアル読書感想文を発信していくラジオです。NRS ラジオから発信しているこの番組は YouTube、ポッドキャスト、そして Spotify でお聞きいただけます。寝落ちよし、作業 BGM よし、あなたにぴったりの聞き方で最後までお楽しみください。というわけで、一周空きまして、前回というか、まあ、映像になるんですけど、中市エキスポでしたね。皆さんお疲れ様でした。あの中市エキスポ、私早朝のあのマスさんの女装はちらっと見て、別の別件の用事に向かったんですけど、まあ、なかなかパンチ効いてましたね。すごい目覚めにパンチを添えられるとですね、やっぱ目が覚めるんで、あれはあれで良かったんじゃないでしょうか。私の映像のところではですね、高校生の、翼くんと、そして中市で働いてる長野さんのお二方に出演していただいて、おすすめの本を紹介していただいたんですけれども、その中でですね、翼くんから紹介してもらった浅田家っていう本があったと思うんですけど、皆さん見ていただけたでしょうか。浅田家ね、すごい嵐の二宮くんのことが大好きだという翼くんの推しに、感銘を受けまして、しっかりと本を借りて、じゃあ読むねって言ってお約束してたので、今日はそちらの方を紹介していきたいなと思ってます。もしね、映画見られたって方はよかったら映画の感想なんかを、まあ、ネタバレはしていい番組なので、コメント欄とかに書いてもらえたら、それも合わせて今後紹介していきたいと思うので、今日はとりあえず本を紹介したいと思います。リアル読書感想文。このコーナーは少しだけ本が苦手な基本が少しだけ本を読み、少しだけ感想を述べる、少しも無理しないコーナーです。さて、今週ご紹介する本は、中野良太、浅田家という本ですね。はい、先ほども言いましたが、翼くんに紹介してもらった一冊です。タイトルのですね、浅田家、びっくりマークついてるんですよ。で、なのでなんかとてもポップな感じなのかなみたいな。おお、びっくりした。ちょっと音量がバカでかくなりましたが、浅田家びっくりマークってことは、なんかね、サプライズのような毎日を送っている家族なのかなとか想像するんですけど、まあ、この本そもそもですね、まあ、さっきも言ったんですけど、なんで嵐の二宮くんが好きな翼くんが紹介してくれたかっていうと、嵐の二宮和也さんが主演で、この浅田家という映画に出演されてます。で、翼くんはその映画を見たくて、で、まあ、見る時間がちょっと合わなかったので本を先に買って読んでみたっていうことだったんですけど、この浅田家は、映画が先です。映画を公開したことを記念して文庫になったので、2020年出版で、著者は中野良太さんで、中野良太さんは、この映画の監督もされてます。で、まあ、中野良太さんはですね、湯を沸かすほどの熱い愛の監督もされてますね。で、まあ、どんな映画かなっていうのを、もう私もちょっと気になりだしてるんですけど、ちょっと見たい、会ってたら見たいなって感じですね。で、徳間文庫、はじめましての徳間文庫ですねから、今日は本を紹介します。私今日最初のですね、これまたね、本が苦手な私に優しい作りです。映画が先なんで、全部ですね、序章があって、で、なんとか編、なんとか編、なんとか編って、あってですね、終章っていう、そういう読みやすい構造になってるんですけど、その序章だけ読みました。で、まあ、登場人物は、お父さん、本人っていうのが、雪広で、正志で、お母さん
で、とりあえず一旦序章はその4人だけ出てきます。で、お父さんが亡くなったところから始まるんですけど、お父さんが死んじゃって、で、看護師をしてたお母さんにとって、お父さんの葬式、なんか人が亡くなることって割となんか当たり前というか、よくなんか看護師の方だったら身近なことに近いと思ってた、息子の、幸宏なんですけど、思った以上にお母さんが泣き崩れてて、なんかそれすらもなんか序章なんでどんな書き方かなと思って気になって見てたんですけど、なんかまあこんなもんかみたいな感じで、結構なんて言うんですかね、そういう感じ、そういう感じ、どういう感じって言ったらいいかな、なんかなんか別にシリアスな感じじゃない、本当にさっきも言ったんですけど、ポップな感じで家族のことを描こうとしているのかなみたいな思いながらこう読み進めてるんですけど、まあ浅田家ってそもそも写真家の正志の話なんですね。で、序章はお兄ちゃんの幸宏が、語ってるんですけど、その正志が、お父さんの家に選んだ写真が、消防士の格好をしたお父さんの写真なんですよ。で、じゃあお父さんって消防士だったの？っていう話になって、違うやんってなったんですよね、このお葬式の会場で。なんで消防士でもないお父さんの消防士の格好した写真を選んだんだよっていう、もうお兄ちゃんのこのがっかり感と、もうずてんってこける感じと、弟のええやんこれでっていう感じが、これからの物語を多分ちょっと想像することができるのかなって思うんですけど、私はここだけ読んで、あーなんかふざけた父ちゃんだったんかなとか思って、ちょっとこの先が楽しみになりつつあります。で、写真の話だけど家族の話、これ翼が中市エキスポの時に言ってくれてたんですけど、写真家の話で家族写真をよく撮る写真家の話だから、すごく家族のことあり涙ありみたいな、何でもところどころに散りばめられてて楽しいですよっていう話をしてくれたんですけど、もうその感じが序章で出てて、ちょっと読むの楽しみだなって思ってます、今序章だけ読んだら。で、浅田家びっくりマークのここもびっくりマークの部分が、このふざけた父ちゃんが最初からもう表現というか、なんていうんですかね、ふざけた父ちゃんの感じが、あ、浅田家びっくりマークだわって私は思うので、ちょっと早く続きが読みたいなって思ってます。というわけで、まあ初回なんでね、ちょっとしか読んでないので、序章しか読んでないので、今日はここまでにします。はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。で、浅田家、中野亮太さんの浅田家は、まあ、本にもなってるんですけど、映画が、映画原作ということなので、もしよかったらですね、映画を見たよって方のコメントも欲しいなって思ったりとか、逆にニノの大ファンです、浅田家こうでしたみたいなのもありだなと思ってるので、ちょっといろんな角度からの感想が欲しいので、よかったら、メール、コメント大募集してますので、ぜひ今週の感想や、何でも OK ですので、一言添えていただけると嬉しいです。 YouTube のコメント欄か、YouTube の詳細に載せているメールアドレスにどしどし皆さんのお声を届けてください。そして本日もお相手はパーソナリティのキホでした。また来週。